やってきました。最悪な天気です。この海中鳥居、後ろに見えます海中鳥居、そして有明海、ここがですね、本来ならばむちゃくちゃ綺麗なところなんですよ。ただ今日たまたまロケに来た日がもう最悪な日です。風強いし雨も降ってるし、本当は綺麗なんです。ぜひね、皆さん佐賀に多良町に来た時はここにも寄っていただきたいんですけど、この有明海には本当に美味しいものがたくさん取れるんです。もちろんね、佐賀の海苔はもちろんですし、そして牡蠣ね、この時期冬になってやっぱ牡蠣が美味しいですよ。そしてカニがね本当に美味しいんです、ワタリガニ。そのカニを今日は食べに行きたいと思います。すいません、こんな天気で。さあ、着いたのはこちら、海に臨むと書いて海宝さんです。ここで食べるのがカニちゃんぽんです。カニがね入ったちゃんぽんなんですよ。もう上りにもありますね。で出しておきます。熱いですよ。熱いです。
ありがとうございます。うわー、すごい見た目。一匹丸々ですね。丸々入っております。これがカニちゃんぽん。うまそう。なんて贅沢なちゃんぽんですか。うわー、食べやすいようにこう剥いてくれたりもしてるんですね。ちょっと早速じゃあいただきましょう。いただきます。スープからいきましょうね。カニの身の近くのスープをすくいましょうか。うわー、うまそう。結構ね、こう白濁してるでしょ。でもね、結構あっさりです。で、そこにカニの旨味が溶け出してます。わー、これ最後まで全部飲み干せるやつや。身もいきましょうかね。こうやって剥いてくれてるんですよ。これ爪の先っぽの身ですね。もう甘みがあって濃厚な味わいですよ。美味しいな。じゃあ野菜とちゃんぽん行きましょうか。うわ、野菜もたっぷり。麺に行くまでにすごい時間かかる。うわ、うん、うまっ。もうやっぱ野菜にも麺にもこのカニの出汁がね絡み合って、歯切れのいい麺ともうつるっと入ってきます。いや、ちょっとこれは、あー、幸せ。寒い冬にはぴったりですよ。もう取り皿をね頼んで貸していただいて、カニをじゃあちょっとしゃぶりながら、どうがいいかな、ちょっとこれをね、ちゃんぽんってね普段よく食べるじゃないですか。そのちゃんぽんとは一味も二味も違いますよね。カニの旨味が入ってるってだけでなんでこうも変わるんでしょうね。幸せ。決してねお安くはないですけども、せっかくタラまで来たら最高のちゃんぽん、そして店名の通り海が望める席もありますんで、景色を見ながら最高の味をね堪能してはいかがでしょうか。この子はあそこにおったんですよね。え、うまい。結構ぎっしり入ってるな。マジで一人でリポートしてたらカニ食べだしたら喋らなくなりますね。その部分美味しい、濃厚。そこにすかさず、うまっ、うますぎる。ちっ
鮭のね、うまみが強いですよね。それある程度はね、スープに溶け出してますけど。うまっ。必死になってしまう。全部おじくり出そう。はあ、つけ根うま。つけ根。すみませんね、必死な豚の映像をお届けしてすみません。ただもうこれ夢中になっちゃうね、もう取りこぼしたくないですか。最後までいかないと。お味噌の部分か。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけたなら高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最高カンイン。いやばかった。あーまだあるな。いやーわかった。いやー本当にうまみが凝縮されたちゃんぽん、ぜひちょっとね、タラに来たら、牡蠣もそうですけど、海苔もそうですけど、牡蠣、カニちゃんぽん、食べてください。本当に美味しい。ごちそうさまでした。